よ。ラメちゃんのブログ、タメちゃんです。はい、本日ね、連休3日目でございますね。あの、とてもいい宿に泊まって、で、今からちょっと近くの、なんだそこ、そこは錦ヶ丘、錦ヶ丘っていうとこなんだけど、ここになんか水族館とかご飯屋さんとかおもちゃ屋さんあったら、うん、こっちの方に行ってみたいと思いますね。じゃあまたそちらの方で会いましょう。じゃあまたのでいい、はい、あいよ。じゃあね、こちらじゃん、なんだっけ、ヒルサイドモールだっけか、錦ヶ丘ヒルサイドモール、 あの瑞宝が、うん、泊まった瑞宝からだいたい車で10分くらいなんだよね。そうだね。ここに水族館とか、うん、あとご飯屋さん、うん、ショッピングモールになってるな、うん、うん、があります。はい、見づらいけどね、うん、あっち見てやる。あれは普通のアパート、アパートだよな、アパートだね。で、ここのこっち側がヒルサイドモール。じゃあとりあえず到着するんで、うん、ね、こっちの方に遊びに行ってみたいと思います。あ、書いてあるね。ヒルサイドモール。どこさ？ああ、書いてあった。で、こちらの方に来てみました。はい、じゃあまた後で会いましょう。はい。はいよ。じゃあね、はい、着いたね。着いた。こちら、はい、ヒルサイドモールだっけ？はい、ヒルサイドモールです。ね、じゃあ。こちらの方でまずなんだそれ、おめえ、魔漢工作っぽい。まずこちらの方でちょっと水族館の方行ってみたいと思いますね。はい、な、じゃあ行ってみましょう。はい、レッツはゴー、レッツはゴー。はい、水族館に向かってください。おい、ゆっちゃん、すごいね、雪ばっかだねこれ。あの雪、あの雪がさ、周りにあるから、そう、あのさ、道が一つしかないんだ。そうだね、もう道はもともと雪がなくても一つです。なんかパンダさんいる。パンダ、雪だからあそこに冬眠してんのかな。寝てねえけど。あ、寝てねえか。そっか、よし。水族館やってるから楽しみだね。まあまあ、まあまあですよ。まあまあですか。まあまあ俺はですよ。あ、よー、じゃあ水族館の方ね、着きましたね。はい、あとここに、そうね、そうそう、地図がありました。地図がありました。はい、じゃあ水族館着いたんで、中の方に入っていきたいと思います。はい、行ってください。レッツはゴー、レッツはゴー、レッツはゴー、レッツはゴー。はい、建物の中ですね。あ、これもなんか YouTube チャンネルになってんだね、ヒルサイドモールだって。こっちほら、クリスマスバージョンじゃん。なんかトナカイさんいるよ。トナカイじゃねえのか。ねえ。うん。ね。ね。はい。中はどんなになってるかな。およ、じゃあね、中の方に入ってきたね。ね、あの入り口にさ、ドクターフィッシュいんだよね。あとね、こんなところに。そうだね。なんかいるね。おもちゃだね、これね。これ喧嘩だね。おもちゃ終わりも。あっち側にもおもちゃいっぱいあったよね。あと出るとはあるからね。じゃあまずドクターフィッシュで遊んでみましょうか。はい、行きましょう。はい。はい、じゃあね、ドクターフィッシュの方のとこついたね。これね、手、ね、入れても食わないみたいな。そうね、くすぐってくれるもんね。おい、じゃあ、ゆたくの手を掃除しながら。あーしー、気持ちいい。ほんとだ、ちょうどいけーじゃん。気持ちいい。ママも入れていい？あ、この子めっちゃちっちゃいよ。ママも入れていいやで。いい？あ、来い。あ、来た来た。ほら、来い。来た来た。あ、いっぱい食われてる。あー、ちっちゃい。俺の下食って。牛タンの手美味しいんじゃないの、それ。いっぱい食われてると。赤ちゃんみたいなちっちゃいのもいるよ。え？赤ちゃんみたいにちっちゃいのもいる。ね、ちっちゃいのもいるね。全然言うとこじゃない。ママの手汚いんじゃない？え？あ、いっぱい来たよ、ほら。どんどん手入れといて、あっちからどんどん来た。匂いするのかな？でママの方しか来ないで。ママの手はでっかいからいっぱい。牛タンもいっぱい食べてる。ね。ここでかい。どうですか、ゆうたくん、楽しいですか？じゃあ次行っちゃう？
次もう行く？オッケー、じゃあ次行ってみよう。やべえな。邪魔した。はい、じゃあ次行こうね。あよ、じゃあね、次人で見つけたね、人で。こちらもなんか触っていいんだって。どんな感じ？あ、すごいザラザラしてる。人でだからな。水から出さないでくださいって書いてあった。だからね、こうやってね、こうやってなんかちょっとチュンチュンしたりとかさ、こうやってどんな感じに、ね、感じ？お、人動いたから。人でも生きてますからね。ね、ザラザラしてるね。ゆうちゃん、人で触ったの初めて？うん、ね、初めて。なかなか触れないもんね、これね。よし、いい？お魚寿司があって動きがないからちょっとあれだ ね。でもまあ、初めての経験、グッドですか？ね、グッドボタン。え、グッドボタン？グッドボタン押してね。はい、じゃあ次ね。よー、じゃあね、こちら大きい魚の水槽だね。めっちゃ大きい。めっちゃ大きい？どれ？見てください。ピラルカ。ガーとか。これです。ガーとかピラル。いっぱいありますよ。え？一、二、三、四、五。いっぱいいるね。二、三、四、五。これ淡水魚だね。淡水魚だって。ね。どれがピラル？これは何？これ。これがあれなの？そうそう。これボトックなんじゃない？すごいね。いつ食べられちゃうんじゃないこれ。やだやだやだ。ね。さあ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 。さあ、まあこんな魚もいます。はい。楽しい？楽しい？オッケー。まあ お魚さんの大きいプールだね。よし、じゃあはい、次も見てみますか。え？猿がいる。本当だ。お、猿だ。猿がいる。あ、ここにも猿がいる。ほら。猿。ちげえ。こっち入る？こっちもいるか。見てみよっか。これはなんだ？入ってみて。あ、こっちにクリスマス。クリスマスはいい。お、カフェさんとかヘビさんいる。はい、こんなヘビもいます。怖っ。見てるね。カフェさん泳いでるよ。ほら。カブトニオイガメだって、普通に泳いでるね。これは何？え、またまた。これはね、カメだよね。あの葉っぱみたいな頭したカメでしょ、うん、ちょっと見つけづらいね。あ、これか。え、あれ、あ、いたいたいた。あれ、これ見える？そこの巣の上にいいじゃん、ほら岩みたいなやつ。それそれ、またまたです。いろんなのいるの。大きいヘビよ。え、大きいヘビ？どれ？ブヘビ。あ、本当だ、白ヘビだ。これね、毒持ってるんだよ。毒ないでしょ。あ、そうだった、俺忘れてた、ね、ビルマニシキヘビだね。でっかいね。こ、うん、んなんで一番大きいんだって。あ、じゃあここで一番大きいヘビだって。すごいね。こっちよりも大きいもん。ね、すごいね。なんかさ、いっぱいいろんなのいるね。うん、ね、もっとじゃあいろいろ見てみようか。うん、そうだね。行こう。大きいところ。ね、なんか恐竜みたいな亀発見しましたね。うん、これ毛作り亀？なんだっけ？わかんない。ね、ゴツゴツした亀です。ヒヒ。うわあ、ケズメリクガメ。あ、ケズメリクガメだ。ね、じゃあ次行ってみましょう。いっぱいいるね。ね、あ、さん。ダイエット中だって。ダイエット中だからご飯あげないでください。面白いね。ね、うちもカメがいます。お、ちょっと来て。すごいのいる。これこれ。見て、なんかペロペロしてるぞ、はい、ほら見て、ペロ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 ってしてる。これさ、うん、あれじゃね。何？あのさ、あの季節によって変わるやつ。それカメレオンのこと言いたいんですよ。違うよ、季節じゃない。大トカゲですね。大きいトカゲです、これは。カメレオンはあっちにいるよ、ほら、あれ
見て、カメレオンはこっちにいます。カメレオンを探せ、どこにいる。さあ、カメレオンを探せ、どこにいますか。はい、探してください。あ、いた。どこ。ほら、発端のところ。あ、いましたね、カメレオンくん。めっちゃ動いてんじゃん。発見。ここでーすって言ってたからすぐ見っかったね。ね、注意。ね、手は触れないでください。じゃあカメラ君、バイバーイ。おい、こちらはカエルですね。なんか面白いんだけど、これ。社員名、テリーだって。君の名前はテリー君ですね。ね、あ、ここはカエルコーナーなんだね。カエルがいっぱいいまーす。うわ、すごい、なんか潰れたみたいなカエルだ。キミエちゃんだ、これ。ね、あ、見て、ここにもキミエちゃんね。キミエちゃんいた。これバッパじゃない。これバッパとキミエちゃんじゃねえ、これ。うん、ね、バッパちょっとちっちゃくてキミエちゃん大きい方じゃねえ、これ。バッパ。やべえな。キミエちゃんいたって。じゃあ、次、レッツアゴー。やべえ、見えない。あ、見えた。なんかこれ、すごいヒゲのやつ見つけました。お尻に、あ、キャット。これか。これ見えた。ほら、すごいね、ヒゲビョンビョンしてる。アルファ。あとこっちにもいますね。こっちはなんだ、なんだこれ。これはこれ頭。ユータ、これ原骨師匠の頭。単行部になってるぜ。単行部ができてますよ、大阪に。元々です。ぶつかったからかな。ぶつかったっちゃ。タンコブだよね。え、もともと割れた時からだよ。ああ、そうなんですか。そっかそっか。じゃあ次はなんか面白いのいるかな。これはアロワナ、ノーザンバラムンディだね。かわいい。これも大きくなるんだよね。はい、次。あ、ゆうたくん、これはピラニアの大群じゃないですか。うるさいよ。これはピラニアはね、言うこと聞かないと言うたくん入れられちゃうよ、ピラニアに。食べられちゃうんだよ。ね、いっぱいいるね、ピラニア。ああ、食べちゃうんだよ。すごいね。ピロルクの赤ちゃんだって。あ、幼魚。うん。わ、これいっぱいあるわないけど、上に。ごちゃごちゃ。ね。すごい、もうびっくりした。チョリーン。はい、こちら普通の金魚ですね、これ。これ大きいのです。大きいのですか。あ、なんかいるね。大きいのです。コチョウザメと。うん、チョウザメと。へ、うん、面白い。金魚と。金魚と一緒にいるね。で、仲良しなのかな。うん。ゆうちゃんにも金魚いるもんね、いっぱいね。だけどみんなさ、死んじゃった子もいます。そうね。かわいそうなんだよね。じゃあちょっとさ、あそこにさ、なんかでっかい椅子からあそこで休んだら。これ。あの大きい椅子にどうぞ休んでください。あ、これヘビ色だね。ヘビ色？はい、じゃあ休んでください。はい、どうも。手上げらんねえじゃん。いいね。どう？座り心地は？あ、いいですね。抜群？じゃあちょっとここで休憩してからまた次見に行きましょう。はい、はい、トンネルみたいなのが見つけましたね。ちょっと中行ってみようか。暗いな、この中は。どんなになってんだ。うわ、綺麗だね。オスカーだ。お、なんだあれ。お、クリスマスバージョンじゃん。すごっ。ね、綺麗だね。へえ。クラゲ？違う、金魚入ってんだよ。うん、これね、前はね、クラゲだった。あ、そうか、前来た時はクラゲだったのか。今は金魚さんが入ってますね。クラゲと変えたのかな。ねえ。前はここになんか、今もなく、あの、映ってたね。なんか映ってたんだ。へえ。すごいね。どっかでクリスマスですな、これ。あ、クリスマスですな。ねえ。え、あ、お椅子ね。ただ休憩所いっぱいありますよ。え、よし、じゃあ次行ってみよう。なんか
額縁みたいな魚、水槽ですね、これ。絵みたいだね。絵みたいになってる。ね。絵みたいな水槽。これすごい綺麗。ね、白で。うん。ね、こんなのが何個かありますね。次はこちらです。こちらですか？こちらも綺麗ですね。ね。え、写真撮っていいです。どうぞ。すいません。はい。サンタさん。うん。あ、これチンアナゴじゃない。あ、本当だ。チンアナゴ発見。お隣。チンアナゴがニョキニョキしてるね。ああ、ぶつかっちゃったよ。ほら。なんか怒ってるよ、魚、ほら。ユータのこと見てるよ、ほら。怖い。見て見て、怒ってるよ。おい、なんか広いとこ出てきたね。こちらは、なかなかこちらも幻想的でございますね。お、これあれじゃね。これ餌あげられるやつだね。下の鯉に、あの、ガチャポンで飼って餌をあげられるみたいな。丸い水槽の中になんか、なんだあれ、カロットファイヤーかな、いっぱい入ってますね。じゃあゆうちゃん、餌買ってさ、餌あげてみよっかね。よし、じゃあ今、小石さん待っててね、餌買ってくるね。おい、じゃあね、餌買ったからね、ゆうちゃん、餌くれっつってから餌あげたら、ママと一緒にあげてくださーい。ママにもちょうだい。なんでよ、ね、もう食べたくていっぱい来てるよ、ほら。どうぞ。やば。ガポガポいってる。やば。え？口に入ったら。口入るじゃん。から勇気勇気もあげたら。めっちゃ待ってるよ。早くくださいって言ってるじゃない。こっちにやった。うん。あ。巨大巨大やってる。やって。はい。そんなトークやんなよ。あ、つまずいちゃった。わかるんだね、すぐね。だってさ、魚ってね、いいか、ほら。え、どこ行った？お。行くかな。あ、いたいたいた。あ、でかい子に食べられた。金魚さん、嬉しいっつってる？ご飯美味しいっつってる？聞いてますか？聞いてますよ。美味しいって言ってる？美味しいって言ってますね。言ってますか？食べた？よし。じゃあ餌あげちゃってくださいもう。はい。じゃあみんなあげてください。ボロ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 。うわすごい。やば。はい、そこに近くにあげてください。わーって。ああ、そっち行ったのか。よし、じゃあ、金魚さんお腹いっぱいになったかな。ね。よし、じゃあ、あと、そろそろ終わりだね。ここで多分終わり。ね、ここで終わりなのかな。うん、まあ、全部はちょっと説明しきなかったけどな。こんなとこもございました。うん、よし。大体こんなとこは。そうだね。あともう出口だと思う。出口だな。うん、じゃあとりあえずここの水族館で今日は締めっか。そうだね。よし。じゃあゆうちゃん。ゆうちゃんここで。ここで水族館でさ、うん、今日はさ一回締めよっか、うん、動画ね。あ、そうどうする。こっちの。あ、こっちばっかりしようぜ。はい。ゲーン。はい。こっちこっち。まずは。よし。じゃあ行きましょう。じゃあパパも映っちゃうかな、一緒にな。よし、待ってろ。ぐる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 。おい、じゃーん、じゃーん、じゃあね、今日は連休3日目だね。はい、ね、とりあえず水族館に来ました。はい、ね、今日も一日何かいろいろやって楽しみたいと思います。はい、ね、よし、じゃあいいか。今回のじゃ動画は
なんだっけ、ここまでです。錦ヶ丘ヒルサイドモールの、あ、そうそう、錦ヶ丘テラスです。そう、錦ヶ丘ヒルサイドモールのアクアテラスに来てみました。アクアテラス、うん、まあこんな感じだよし、じゃあ水族館でした。はい、よし、じゃあまたいろんな動画出すんでよろしくお願いします。はい、いくよ、はい、せーの、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ、バイバイ。